後崎チャンネル。こんにちは。さあ、月曜日です。ソーチェックのお時間です。皆さん、今日も頑張っていきましょう。ね。さあ、ということで、早々と行きましょう。月曜日、ソーチェック。先週の金土日、3連戦のソーチェックやっていきたいと思います。もう残り試合もね、もう10試合前後なってきました。ね、セリーゴやマジックもついて、パリーゴはね、今週どうなるのかっていうところですけども、まずは先週の振り返りです。まずはパリーグ、西武対楽天。9日1対2で楽天。そして10日3対2で西武。1勝1敗の五分っていうところになりましたね。で、9日1対2で楽天。西武はね、決定的なチャンスが少なくね、7回、2アウト1、2塁でね、代打栗山レフト前、タイムリーヒット。まあ、これがね、まあ、やっとかなっていうところだったんで、あのままね、くーっとね、逃げ切っていきたかったかなっていうところ。で、楽天はね、7回、109球、5安打5三振、3四球、1失点と、まあ、勝ち星ね、つかなかったけども、まあ、本領発揮のね、グッピッチング。その後ね、西口、安楽とね、非常にいい安定感のね、リリーフで、まあ、保ったかなと、この試合はね。で、まあ、1回、6回、7回、8回と、まあ、ビッグチャンス作るも、まあ、このね、1点取れなかったっていうところがね、楽天が、まあ、なかなかね、勝ち越せなかった。まあ、初回はね、山崎デッドボール。で、岡島ダブルプレイ、2アウトになるけども、浅村、島内が、ヒット打って、鈴木大地がね、アウト。6回はね、岡島ヒット。で、こう、冒頭で2塁行って、で、浅村フォアボール、島内フォアボール。ノーアウト満塁から鈴木大地、茂木、渡辺といったところがね、三者凡退。ね、ここがピッチャーね、浜谷から竹熊に変わって、竹熊、グッピッチ。ね。で、その後ね、6、7、8と。7回もね、2アウトから山崎、岡島ヒット、浅村フォアボール、満塁で、島内がアウト。ここで、クモン、交代。グッて。だから、西武リリーフ陣もね、非常に頑張るんだよね。で、8回もね、ワンアウトから、茂木がね、熊城のファンブルで出て、で、ツーアウトになって、銀次ライト前。で、辰巳がね、三振と、一本鉄っていうね。まあ、このまま引き分けかなっていうところでね、9回、ピッチャー平、ね、山崎フォアボール。で、岡島バンドで送って、浅村がね、敬遠気味のフォアボール。で、島内がね、タイムリー打つって、やっと一本っていうところでね。まあ、このね、平もね、これ、先頭の山崎のフォアボールがね、ちょっともったいなかったかなと。ね。で、西武はね、浜田、竹熊、水熊ね、クモン、ギャレットと、ね、非常に踏ん張った。ね。まあ、最後ね、まあ、このまま引き分けってね、いうところで締めたかったけども、ね、楽天の勝ち越しっていうね、ところでしたね。で、続いて、10日。次はね、3対2でね、西武というところでね、西武がね、やり返してね、サヨナラ勝ちっていうところになりますけども、先発ね、楽天マー君、ね、2失点、まあ、ね、粘りの投球で、勝ち星つかず。マー君も本当にね、すごい安定的で投げてんだけど、援護点がね、本当にないっていうね。西武はね、渡辺2失点で、まあ早々に諦めて、そこから田村、クモン、増田、ギャレット、竹熊、平とね、非常にリリーフ陣が踏ん張ってね、このサヨナラ勝ちにね、貢献したっていうところで、まあ2回表にね、フォアボール、で、茂木アウト、で、渡辺ヒットね、で、辰巳ね、冒頭でフォアボールっていうところで、ワンアウト満塁から、守備隊のね、ピッチャーゴロ、森がね、早急ピスピューってね。上行っちゃってね。で、ここ渡辺ボートと、これミスでね、点取られたっていうところも痛かった。まあね、でもその後ね、4回裏に攻撃ではね、ワンアウト2、3塁から車、栗山のね、内野ゴロの間に1点上げて、で、7回裏ね、栗山ヒット、ウネンティンバント、で、山川アウトで川越がね、同点タイムリー。で、最後はね、岸、グッド、ナイス、ね。で、まあここね、ウネンティンヒットで出て、この岡田のね、代打バント、ファールフライになりアウト、バーッと。ここバント、しっかりやっていこう。でもその後ね、川越ヒット、そして記事がね、サヨナラというところで、まあやりかしてね。まあ楽天はね、4安打だったんで、全体的にね、この、西武のね、リーフ陣に抑え込まれちゃったかなと。で、西武はね、10安打打って、まあミスもありながらね、まあなんとか最後勝ち切ってね、やり返したかなと。まあ、1勝1敗でね、五分っていう形になりましたね。で、続いてね、まあ1試合だけあった8日の試合ね、西武ソフトバンク。ね、こちら6対2でね、西武の勝ちっていうところで、西武はね、先発今井、7回117球、5安打9三振、1四球、2デッドボール、1失点と。まあ勝ち星つかなかったけども、まあ前回よりも、これで、ね、ホームへの突っ込み具合っていうところがしっかり治ってて、非常にね、ホーム、グッチ。ね。で、8回裏ね、ソフトバンクピッチャー古谷。でね、西武、栗山フォアボール。で、代打岡田デッドボール。で、山田がね、このね、シフトがね、チャージ、ソフトバンクチャージしてくるところを、バスターでね、打球はショートゴロ。でもショートにはもう誰もいない。で、それがね、左中間まで抜けていって、タイムリーね、ツーベース。非常にコミカルで、非常に、印象深いヒーローインタビューでした。すごいね、久しぶりにすごいいいヒーローインタビュー見ました。山田のね。で、その後ね、この1、
1点で終わるかっていうところでね、山の上を三振して、で、源田がね、セカンドエラーでね、もう1点。で、岸がね、ライトへタイムリー。で、森のピッチャーゴロね、フィルダーチョイスで1点っていうところで、まあね、ソフトバンクのミスもあって、トントントンとなったけども、ソフトバンクのね、もうミス、3つのね、エラー。そしてね、フィルダーチョイス。で、栗原の牽制し。でね、柳田のセカンドアウト。まあ、柳田のやつはね、まあ、あれ2アウトなんで、まあ、行ってもよかったかなと思いますけども、バーッと、ちょっと緊張の糸が切れてんじゃないですかっていうようなね、ちょっとこの試合になりましたね。そういった意味ではね、この今井にね、セーブとしては勝ち星つけてやりたかったかなっていうところはありますけども、まあ、しっかりね、相手のミスをついて、セーブは勝ち切ったかなと。6対2でね、セーブの勝ちっていうところになりましたね。さあ、続いて、ソフトバンク対オリックス。ね、10月9日、2対6でオリックス。そして、10日が、3対1でソフトバンク。ここはね、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたね。9日、6対2でオリックス。もうここはね、先発山本、8回121球、6安打11三振、1四球、2失点と、まあ、14連勝。ガーッツ。もう安定感。ザ、安定感。投げたら勝つ。ね、マー君のようにね、マー君の24勝した時のマー君のようなもう勢い感じますね。ソフトバンクね、ピッチャー先発カセやね。で、ここ、4回表、モヤがね、ライトへツーラン。で、8回にはね、ピッチャー海野からレフトへホームラン。これね、3対2って1点差になったところのこの4点目のね、モヤのホームランっていうのは非常に大きい。モヤ。グッズ。ね。で、6回表ね、2アウト1、3塁から若月の時、1塁ランナー足立、3塁ランナーモヤ、カウント、1ボール、2ストライク。っていうところでね、得点差2対1。ここで、なんと、ダブルスチール。ね。2対1からね、状況でダブルスチール。ね。これはね、下位の、キャッチャーとしての能力の高いスキル。で、三塁ランナーが、もやっていうところでね、あのプレーが完成された。これはね、中島監督同じキャッチャーの、この相手のそういうね、下位の能力の高さと三塁ランナーもやっていうところの、この、ギャップ。こんなこと起こり得ることないやろうっていうところで作戦をね、仕切った。グッド。作戦。ナイス。これ中島監督だから、キャッチャーだからこそできたね、采配だったんじゃないのかなと。で、ここはね、でもね、防げたよ。ね。なんて言っても、ファースターたちのスタートがめちゃくちゃ遅い。足上げて下ろすぐらいからスタートしたから、あれはね、見えてるはずなんだね。若月の右バッターだからね。しかも、ワンボールツーストライクだから、ワンボールツーストライクでこのスタートの遅さって言ったら、正直ね、あれは多分サインはサード見ずにセカンドスローだったけども、あの遅さは一回ね、サードね、見るべきだったね。このあのスタートの遅さで、おや、こうおかしいっていうのをね、気づくべきだったね。気づけたと思う、甲斐ならね。でもそのままね、間一髪セカンド投げてね、三塁ランナーもや、その時に第二リードほぼね4割ぐらい、もう半分近くまでもう第二リード出てた。だからあれね、見るだけでね、もうサードさせたよね。でもね、そこを思い切ってもやもね、外国人選手であれができるっていうのは非常に素晴らしい。これがね、本当に勝負点になったかなっていうようなね、ダブルシールね。で、ソフトバンクはね、5回裏中村ホームラン、7回ね、松田のね、内野安打の間に1点取ったけども、その後ね、中村のショートゴロ、ね、紅林がダイビングキャッチ、グッと、ね、っていうところでね、攻守にわたってね、非常に素晴らしい試合展開で、オリックスのね、勝ちっていうところになりましたね。で、10日の試合、こちらね、千賀竹安の投げ合いっていうところでね、前回のカードとね、同じようでね、そこで竹安がね、勝ち切ったんだけども、ここはね、もう千賀が、もう自分のね、リベンジっていうところでね、8回123球、5安打11奪三振、2四球1デッドボール1失点とね、陥落を見せて、その後ね、森に直結してセーブっていうね。まあ、竹安もね、4回72球、5安打2三振、1デッドボール3失点とね、まあまあ踏ん張ったけど、このね、初回の失点痛かったね。いきなりね、柳町にセンターへツーベース。で、今宮バンドで送って柳田三振、ツーアウト取ってからのデスパイネへね、このレフトへホームラン。これ痛かったね。ここ踏ん張れたら、ひょっとしたらスムーズにいけてたかもしれない。初回にね、オリックスは福田がレフトで前ヒットで、バントで送って、で、杉本がね、ツーアウトからタイムリーを打って、いい形で先制したからね。で、4回裏はね、リチャードのホームラン。このリチャードのホームランよかったね、リチャード行く。ね。まあ、その後ね、お互いね、リリーフピッチャー非常に頑張ってね、僅差の試合になったけども、まあ、ここはね、千賀が勝ち切るっていうね、1勝1敗の五分っていう形になりましたね。さあ、続いて、日本ハム対ロッテ。8日、9対0で日本ハム。9日、4対2で日本ハム。そして10日、4対4の引き分けっていうところになりました。結果、2勝1分けで日本ハムの勝ち越しね。ロッテ最後引き分けたからね、2.5 ゲーム差で沈まったけど、一歩間違ったらね、3ゲーム差のまま、ね、来週からの直接対決、来週っていうか明日からだけどね、っていうところになりましたけども、8日の試合、9対0で日本ハム。
2番も縦のね、6回111球、3安打7三振、1失球無失点と、スライダーフォークが非常にピッチ、良かったかなと。でね、カーブで緩急つけてそれを低めに投げるっていうね、非常に変化球のね、コンビネーション、制球、非常に素晴らしかった。ロッテはね、岩下、6回107球、10安打5三振、1失球6失点と、まあ、ストライク8、ストレートがね、走らず、ちょっと変化球がね、生きなかったかなと。まあ、普通ならね、俺、4回で交代で良かったんじゃないのかなっていうところでね、6回、ここは投手温存、それともこのゲーム諦めた、それとも岩下の成長を促した、何かわかんないけど4回ぐらいで交代だったんじゃないのかなって正直思いましたね。で、日本ハムはね、2回から8回まで毎回得点で、チーム4儀比はね、プロ野球タイ記録、2001年のロッテ以来っていうところでね、まあしかも2、6、7リクエストね3度してで、それがね覆るね、審判にバーッとその3回もミスっちゃダメよ、さすがに。いくらね、3割ぐらいはリクエストで、ね、こうひっくり返るっていう。それミスっちゃダメよ、そこも。審判にバットよ、そこはね。でもここはね、もう本当に、攻撃陣はね、非常に素晴らしい。どんどんどんってね、全員紹介したいけども、非常に、もうだって2回から8回まで、初回だけだからね、無得点。全部、得点につなげて、非常に、ニッパームの打線に、ビッググー、カラド、スパイラリティ。10月9日がね、4対2で日本ハムね。まあ、キーポイントはね、もう初回の攻防かなっていうところでね、ロッテはね、荻野が先頭ツーベース。で、和田がね、ショート内野安打。で、ノーアウト1、3塁から、和田の盗塁がアウト。初球8ってね。で、しかもこの時に、タイム測定ね、したんだけども、バーヘーゲンのクイックは 1.40 秒。めちゃくちゃ遅い。で、宇佐美がスローイング 1.88。いや、非常に速い。しかもね、ドンピシャコントロール。もうそこ置いてるだけで和田の足が来たっていう。あそこじゃなかったらもう絶対セーフ。でもあそこに投げ切った宇佐美。宇佐美に最上級の、和田を刺した最上級のビッググーからのスパイラルグー。ナイアガラの人生。全部のグーを宇佐美にあげます。あれは非常に素晴らしかった。で、そこでね、アウトにして、ワンアウト三塁。でね、中村三振。マーティンフォアボール、レアード三振。で、非常にバーヘーゲンのね、スライダーも、この試合非常に素晴らしかったかなと。ここをね、無失点に抑えた日本ハム。ここでね、一気に勢いに乗ったかなと。その裏の攻撃ね、日本ハムね、松本先頭ツーベース。ね、これはロッテと一緒。で、西川三振。で、野村ピッチャーゴロ、ツーアウトになって、近藤がね、センターへタイムリーヒット。ここで、センターからね、ホームに返すんだけども、その間に近藤がね、二塁へ行く。ね。で、この時ね、レアード、中継入るの遅れる。それによって、ボールがホームス、タイミングセーフなのにホームまで帰って、田村が前へ出て、セカンドに送球するもセーフ。近藤の二塁へ送り、グッド。ね。でも、レアード、バーンと何しとん行くだけやろ。なんで遅れてんねん。で、その後、高浜がセンター前ターン。これ2点目大きかった。高浜、グッド。ね。こういうことなんだよ。レアードの中継行かないからね。こういうミスをしてるから、こうやってね、足元すかれていくわけよ。で、4回ね、4回、9回、ちょっと守備ね、その野村、エラー、ファンブル、バーッと。しかも4回はね、そこから藤岡のタイムリーでね、2失点しててね、一時追いつかれるっていうところになってくるんでね、野村がね、打撃はいいんでね、守備頑張るんだから、9回のエラーもあの後逆転されてたら終わってたからね、そういったところでね、しかもそんな難しい感じじゃないからね、サードとしては速い球、まあ宿命だしね、そういったところはしっかりやってもらいたいなと。で、6回裏ね、ピッチャーハーマンに代わって、宇佐美がね、ライトホームラン、グッと。攻守にわたる、この試合のプレイオブザデーは、宇佐美。ね、攻守にわたって素晴らしい活躍でしたね。10月10日の試合、4対4で引き分けっていうところでね、まあ先制はね、2回に山口のホームランでいい形で先制するんだけども、その後ね、なかなか追加点が取れず、5回の裏にね、日本ハムは、三輪のね、牽制悪送球からの、犠牲フライ、バーッと。ね、その前に、ワンアウトから中島のね、ファースト内野安打もね、レアードが投げて、まあ、あれ、レアード投げるのはいいよ。ピッチャーとセカンド、ベースどっちも入ってないし、球も見てない。で、遅れていく。バーッと。ミス、ミス。で、最後はね、で、三馬の牽制、セカンド悪送球になって、サード行って、犠牲フライっていうところで、で、6回裏ね、続けざまにね、ワンアウト一三塁になって、これはね、内野ゴロの間に1点。ね。で、7回の表ね、藤岡のタイムリーでね、1点取り返して、で、そこはね、同点になるけども、7回裏ね、西川の、ライトでね、勝ち越しタイムリーヒット。ね、その後高浜がね、もう1本続いて、もう4対2。あ、これ3連敗。あるね。っていうところで、9回ね、表、エチバリアアウト。で、代打角田がライト前。で、藤岡三振。で、岡、2ストライクから、ど真ん中で入ってきた。ホームラン。ガーッと。
ナイスバッティング。こう、首の皮一枚繋がったね。これ負けてたら本当にやばかったね。いやーね、岡。ナイスバッティング。あれね、負けてたら本当にやばかったね。岡のホームランに。ビッググー。ね。これで、ね。まさか、あれ3連覇してたら本当にやばかったよ。ということでね、あんま2勝1敗で、日本ハムもね、勝ち越しっていうところになりましたけども、この試合ね、ちょっと皆さんが気になっているところはね、ファーストの藤岡のリクエスト問題っていうね、ところで、本当にこの3連戦、リクエスト多かったですね。まあその中でね、まあ、多分ね、セーフなのよ。あれはね。でも、こう、全部の動画を組み合わせて、想像して絵をつなげたらセーフやなってなるんですよ。でもここで、ね、どういう検証でどういうルールなのかね、そのリクエストに対してわかんないけども、一つの動画内で、確固たる証明ができない場合は、判定が覆らないんだったら、まあ、センターカメラとか撮ってんのは、まあ、正直、足のつま先がベースについてんのかどうかっていうところまではわかんないね。で、一番わかりやすいのは、10カメだね。10カメ。来てるところがもう足離れたかどうか一番わかりやすい。でもこれがグラブの中にボールがいつ収まったかが分かってないんだよね。だからその一つの動画内での決定的な多分証拠がないっていう理由で多分判定がそのままでアウトになっちゃったんだけど、多分全部を頭の中でパズルのように組み合わせて多角的に考えたらセーフだと思うんだけど、多分ルール上、ひょっとしたらよ、ルール上一つの動画内で完結してなければいけないっていう、もし仮によ、ルールなんだったら、覆せないよね。まあ、そこはどうなんだろう。俺はちょっと中にいないからよくわかんないんだけどね。あとね、最後の、藤岡。ねえ。ちょっと、全体的に相性悪かったね。審判の人とね。まあ、っていうところでね、まあ、2勝1敗。日本ハムのね、勝ち越しでした。さあ、続いてはセリーグ。DeNA 対中日。8日、9対3で DeNA。9日、4対2で中日。10日、2対1で DeNA。DeNA の2勝1敗の勝ち越しでしたね。8日の試合ね、DeNA、上ジャッジに1年ぶりの勝利っていうところでね、7回107球、4安打5三振、1四球3失点と、まあ、ホームがね、ちょっと沈み込んでいくながら、下半身がしっかり眠れて、で、ちょっと上ね、スリークォーター気味で、しっかり振れてね、球の力強さ、非常にね、グッピッチだったんじゃないでしょうかね。プロ野球ニュースでね、この試合見てましたけども、まあ、野村さんがね、もっと勝てるってね、言ってました。中日ね。で、初回、ツーアウト一三塁から福田のね、レフト、ラインギリギリに落ちて、ね、2点タイムリーっていうところでね、まあ非常にいい形の先制で、で、上茶谷としてはね、先制されたけどね、その後ね、粘りのピッチングでね、まあ勝利に導いたかなと。で、DeNA はね、初回、ツーアウトから、佐野のね、ライトへホームラン。このすぐ1点取れたっていうのも DeNA 的には大きかった。で、2回裏ね、宮崎フォアボール。で、ライトの、外がね、ライトへツーベース。で、宮崎でね、激走で、もう1点、ここでね、追いつく。で、戸柱のね、ショートゴロ。これね、進塁打。進塁打は、ね、そこ打たなきゃっていうね。で、その後、知野、ショートへ内野安打。で、ワンアウト1、2塁から、上茶谷がね、バンド、三塁側に。で、これがね、結果的にね、内野安打。非常にね、ナイス。DeNA、中日だ、守備、そういうとこちゃんとアウトにしなきゃ、ね。でね、桑原が押し出し、ね。で、楠本、ショートゴロ。で、ホームフォースアウトの。で、その後、佐野がね、満塁ホームラン。ぐーっと、ね。5回ね、桑原のツーランでね、これは決まりっていうところでね。まあ、中日笠原ね、4回106球、9安打5三振4四球、7失点。ちょっと厳しかったね。で、9日、4対2で中日っていうところで、DeNA ね、先発球はまあ完璧。ね、7回101球、5安打6三振、1失球、無失点とね、もうストレートうなってたね、トゥイーンって言ってね。で、中日ね、先発ロドリゲス。6回104球、3安打、3三振、4四球、1デッドボール、1失点。こっちね、あれだま、だったけども、まあね、要所、しっかり抑えてね、持ち味出したんじゃないのかなっていうね、いうところです。で、DeNA はね、5回裏、ワンアウトからね、桑原フォアボール、で、盗塁。で、桂はね、この悪送球で、で、三塁へ。でね、楠本のね、セカンドゴロの間にね、フィルダー視聴室でセーフってね、セカンド高松、もうタイミングね、全然セーフよ。ね。で、それで送球して、で、悪送球になってランナー二塁。まあ、その後ね、失点しなかったからいいけども、あそこの判断ね、っていうところはもうちょっと厳しくやっていかなきゃ、バッと。ね。で、中日はね、8回表、エスコバーからね、アリエル・マルチネスが、センターへホームラン。ね。で、その後ね、DeNA、来季に向けてね、クローザーは誰なんやっていうところでね、ピッチャー、伊勢が出てきて、9回ね、3点取って中日がね、逆転勝ちっていうところでね。で、まあ、昨日の試合はね、まあ、先に言うけど、伊勢じゃなくてね、三島が出てきて、もう、来季に向けて、まあ、いろんなチャレンジしてるんだろうね。
そのどうやってやっていこうって言って、でもやっぱりねそれリリーフはいいんだけどね、クローザーがねやっぱ来季に向けてバシッと決めて、それでねいいも悪いも言った方がいいんじゃないのかなって俺は思うね。で9回もね福田がライト前で、高橋周平ね詰まりながらもライト前で、一三塁になってから渡辺がねあの同点タイムリーで、ピッチャー砂田に代わってね送りバント失敗、バーッと高松で、加藤翔平ね、ほんでフォアボールで、京田がねファーストへのタイムリー内野安打でね、勝ち越しっていうところになってくるんだけども、ここでね結局伊勢から砂田に変えてんだよね。それだったら伊勢でずっと行けばいいのにって思うんだけどね、まあそこら辺どうなんやろっていうねところです。で、10日2対1で DeNA というところでね、中日先発岡沢ら6回105球6安打3三振、2四球1失点、まあ、ストレートね非常に力あって、打ち外にね、しっかり投げ分けれたんじゃないのかなと。でもね、援護なし。ね。DNA 今なんかね、7回108球、7安打4三振、無四球1失点。まあ、勝ちはつかなかったけどもね、本当に後半戦、非常に安定感あるね、ピッチング。低めにもね、しっかり投げてるし。でね、9回ね、三島がね、出てきて、ピンチ作るも、ここは踏ん張る。でね、9回、柴田のね、さよなら、レフトへっていうところでね、やり返すっていうね。で、中日はね、ヒット出るも10安打。ヒット出るんだけども、連打出つっていうところでね、まあ、今年の中日を象徴してるかなっていうね。で、結果ね、2勝1敗で DeNA の勝ち越しっていうところになりましたね。さあ、続いて、広島対巨人。8日、6対2で広島。9日、7対1で広島。10日、3対1で広島。広島、3連勝巨人、さればい、もう優勝は無理だね。上より下が近くなってきてるよ、ジャイアンツ。ね。8日の試合、ね。広島先発、大瀬良。7回115球、7安打7三振、1失球、2失点と。まあ、ヒーローでね、3回から、ヒーローインタビューで、3回からね、フォーム、リズムね、変えたってね、本人言ってましたけど、そのね、途中から変えれるっていうところがね、すごいよね。でね、巨人はね、初回、松原ね、ライトへホームラン。この日ね、23試合連続ヒット。阿部、小笠原にね、3人並ぶっていうところでね。まあ、あとホームラン12号はね、育成では最多っていうね、ホームラン。松原、グッチ。まあ、その後打ってね、結局、25試合連続ヒットになってるからね。で、2回ね、ワンアウト2塁からウィーラーのね、センター前で1点。で、3回、こっからだからね、変えたっていうところで、坂本ね、ストレートショートゴロ。で、岡本ね、カットボール見逃し。で、丸はね、外カットで見逃しっていうところで、本人変えた、リズム変えた、フォーム変えたっていうところで、しっかり結果出てるっていうところもね、非常に素晴らしいかなと。で、広島ね、2回裏、ワンアウトからね、坂倉センター前。で、林ライトへツーベース。阿部がね、センターへ同点2点タイムリー。で、5回裏はね、1番から8番で、4点取るっていうね、非常に、この素晴らしい試合、展開。ね、うぐさがライト前。でね、小園がショートに悩んだ。で、西川三振して、鈴木誠也フォアボール。で、満塁から、坂倉がね、センターへ勝ち越しタイムリー。で、林がアウトになって、こう、ピッチャーね、山口から取りに変わって。で、阿部、で、相沢とね、タイムリーヒットが続いて、で、まあ、最後ね、ピッチャーの大瀬良が三振してアウトになるんだけども、もう1番から8番まででね、しっかり打線をつなげて点を取っていく。このセリーグのね、理想です。カップ。グッチ。ね。で、守備でもね、林、小野、阿部っていうところがね、非常にグップレー。で、鈴木誠也のね、ライトからホームへの送球っていうところもね、リクエストになりましたけども、非常にね、守備もグッと。非常に攻守にわたっていい試合だったんじゃないでしょうかね。で、9日、7対1、広島っていうところでね、広島、高橋、5回105球、4安打5三振、3四球、無失点と。まあ、球数ね、多かったけども、こう、生命線のカットボールをね、しっかりコースに投げれたっていうところで、非常に良かったんじゃないのかなと。あと、打線がね、活発で、点取ってくれてね、そこでリズムに乗るっていうところもね、良かったんじゃないのかなと。でね、しっかりね、取れるべきところで、しっかりね、点も取れたっていうとね、中でいい感じのね、試合展開になったんじゃないのかなと。で、まあ、巨人ね、先発とこ、3回82球、5安打5三振、1四球4失点とね、まあ、3回で82球なんで、ちょっと球数多すぎっていうところと、まあ、広島のね、打線に、一気に持っていかれたかなと。初回ね、2アウトから、西川がね、ライト前ヒット打って、鈴木誠也ね、レフトへタイムリーツーベース。ここで終わらないで、その後坂倉もタイムリーでね、しっかり2点取り切ったっていうところも2アウトからだからね、非常に良かったかなと。巨人は逆にね、これ2アウトからっていうところを、戸郷はね、踏ん張ったかったかなと。あと3回裏もね、宇草センター前、3ベース。ね、センターへの3ベース。でね、小園三振。その後西川がね、セカンドゴロの間に1点先制っていうところでね、もう着実に1点を取っていく。で、4回裏ね、坂倉フォアボール。で、菊池がね、ライトへヒットで1、3塁作って、で、林がね、ピッチャー交代高木からレフトへの犠牲フライ。っていうところで、こうね、内野ゴロ、犠牲フライ。ね、こう、取れるときに着実にね、点を取っていくっていう積み重ねがね、非常に、いい感じで、試合をね、作ったんじゃないのかなと。で、6回裏もね、2アウト2塁から松山のね、サードタイムリー内野安打っていうところもね、非常に、だから、この、代打っていうね。だからもうやることなすこと最近ね、広島うまくいってるからと。で、巨人はね、9回の丸のホームランのみね、投打に糸口ね、ちょっと見出せず、もうちょっと
こうバランス悪いよね。で、10日3対1でね、広島っていうところで、巨人はね、松原ね、先ほど言いましたけど、この試合でね、25試合連続ヒット、チームの記録ね、王さんを抜くっていうね。で、張本さんがね、30本っていうところなんで、あと5試合どうなるのか非常に楽しみですね。で、まあここもね、ジャイアンツはね、もう本当チャンス作るも連敗中本当1本どこ誰も出ない、でそれが続かないっていうところでね、もう本当苦しい戦いが続くね。まあここなんとか立て直してクライマックスシリーズ行きたいなっていうね。で、広島はね、4回行って高橋とね、フィルダースチョイスの間に、まあ、際どいリクエストだったけどね、1点取って。で、5回ね、西川の、センターへのね、タイムリー2点スリーベース。ちょっとライト松原、ちょっと太陽目入ったのかなっていうね、ちょ、フェンス際ね、ちょっとトレーナーなのにバタバタしたんでね、ちょっと不運っていうところもあってね、もう全体的にもうね、リズム悪い。逆に広島はね、ここで3連勝したっていうのは、非常にね、素晴らしい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果、3連勝で、広島の勝ち越しでした。さあ最後にセリーグ、ヤクルト対阪神、首位攻防戦ね、どうなったかっていうところで、10月8日ね、4対1で、ヤクルト、9日2対1で阪神で、10日6対4でヤクルト、ヤクルトの2勝1敗の勝ち越し、マジックを9に減らしました。8日の試合4対1というところでね、ヤクルト先発奥川、そして阪神高橋のね、投げ合いどうなるのかね、プロ野球ニュースでその試合ね、担当しましたけども、奥川ね、6回3分の2、91球、4安打2、3、4、1、9、1失点と、まあね、ストレート変化球ともに本当に文句なしっていうね、この胸がね、こう見えるのが遅くて手がコンパクトに来るから、ちょっとね、出どころがね、非常にバッター見づらくて、ストレートとかね、差し込まれたり、タイミング、なかなか合わしきれないんじゃないのかなっていうね、フォームも本当に素晴らしいかなと。でね、7回ぐらいからちょっとね、左肩の開きが早くなって、右手がね、隠れたのが、こう、早く出てきて、でね、ちょっと抜ける球も出てきてね、ちょっと制球乱れたかなと。そこはちょっと、まあ疲れてきたかなっていうね、ところでね、まあ交代しましたけども、その子とね、7回、2アウトからね、満塁で代々という、で、こう、ピッチャー田口がね、三振、グーッと田口、ね。試合後のパフォーマンスだけじゃなくてね、結果出してね、思いっきりガッツポーズしてね、伊藤にめっちゃ睨まれるっていうね、映像ありましたけど、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。でね、僕はね、この試合ちょっとね、連続無四球ストップしてね、まあ、8試合ぶりにフォアボール出したんだけども、俺はね、正直このフォアボールね、良かったと思う、出してね。まあ、大山にね、ホームラン、打たれるんだけどもね、あそこもね、スリーボールツーストライクになって、外のストレートが甘くなってホームラン打たれるんだけども、あそこも、やっぱ見てるこっちも、あ、これ、フォアボール久しぶりに出すんじゃないのって、やっぱ見ちゃうんだよね。ダメなんだけどね。やっぱキャッチャーとしても多分思うよね。連続無四球で来てるっていうね。で、あそこでね、まあ、本人、無意識か意識的か分かんないけども、やっぱ甘く入ってそれをホームラン打たれるっていうところで、やっぱこのフォアボール、まあもちろんフォアボールダメなんだけど、いいフォアボールもあるからね。で、申告敬遠なんかもあるし、いいフォアボールもあるから、この終盤に向けて、それがね、足かせになってしまうと、やっぱりピッチングの組み立てとかね、ちょっとこう視野が狭くなるんで、このね、今回のね、フォアボール、木浪かな、に出したのかな、非常に俺はね、タイミング的には非常に良かったんじゃないのかなと。で、周りも騒がなくなるしね、記録は素晴らしいし、無四球は本当に素晴らしい。でも、必要なフォアボールもあるからね、そういった面では、非常に、まあ、このフォアボールのね、記録が止まったのは非常に良かったんじゃないのかなと、個人的には思ってます。ね。で、阪神ね、高橋、5回58球、7安打2三振、無四球4失点と、まさかの4失点、2試合連続完封切れて、まあでもちょっと立ち上がり球、高くなったよね。ヤクルトは初回ね、ワンアウトから青木ライトマン、で山田ね、セカンドゴロ間に、ダブルプレー崩れ、山田のね、全力疾走。これがね、最近のヤクルトの、連勝を支えてるよね。で、その後ね、村上が、右中間ね、タイムリーツーベース。で、2回ツーアウトからね、西浦のホームラン、レフトボール直撃、ブーッと。これ大きかったね、西浦。でね、5回、サンタナレフト前、西浦センター前。で、ノーアウト1、3塁から奥側バンドして、ワンアウト2、3塁になって、塩見はね、ライトへ、初球をね、2点、タイムリーツーベース、ぐわっとこの下位打線で作って上位で返すっていう最高の流れね。で、その後、田口、清水、マクガフとね、リリーフも締めて、非常にグッピッチだったかなと。でね、阪神はね、4回大山のね、ホームラン。で、7回表ね、丸とレフト前、大山三振。でね、この初球、外ストレート、で、このカーブ、フォーク、スライダー、で、このね、大山に対してホームラン打たれてるけども、それね、外のストレートホームラン打たれてるんだよね。そのストレート、外のストレートを、この次の打席、初球から使うんだよね。で、やっぱ相手は、もうひょ同じ球来ないやろ、変化球やろと思ってて見逃す。で、そっからカーブ、フォーク、スライダーと変化球を全部使って、最後変化球で抑えていく。仲間のリード。グッと。素晴らしい。でね、
で、心から試合はね、2対1で阪神の勝ちっていうところになりますけども、秋山ね、先発、5回87球、5安打5三振、3四球、1失点と、非常にね、粘りのピッチング。ね、高橋奎二もね、5回89球、3安打8三振、3四球、1失点とね、初回ね、ちょっと緊張感あって、狙いすぎたかなと、コースにね。で、そこで、まあ、ストレート、フォアボールね、で、マルテにもフォアボールとフォアボール連発して、大山にね、甘く入ったところをタイムリー打たれる。これね、でも1点取られて、吹っ切れてね、そこからは非常にね、いいね、いつも通りの大胆なピッチングに、ね、なったかなと。やっぱりね、負けちゃいけないっていうところで初回はね、この四隅とかコース、丁寧になりすぎたね。丁寧に行くのはね、悪いことじゃないんだけど、高橋奎二の場合は、丁寧に行きすぎると、自分のポテンシャルが下がる。っていうところで、でもこれね、1点取られてから吹っ切れたようにしっかりできたんで、これはね、非常に良かったかなと。ここでね、バタバタっていかないところがね、やっぱ去年の高橋奎二と違うところなんだよね。非常にいいピッチング。で、このね、1点取られた後もね、3回裏、ヤクルトもね、青木がライトでツーベース、で、山田サードゴロ、で、村上ね、敬遠、オスのアウトになって、こう中村がね、センター前タイムリー、つまいながらね、打って、これ追いつくっていうのもね、非常に素晴らしい。でね、7回表、ね、ここでね、島田がね、ファースト、ね、ワンアウト2塁から、アウトだったけども、リレギュラーして、あれはオスナ取れないね。まあ、これはもうね、もう、理屈じゃないね。気合いの人だね。で、これでしっかり勝ち切って、2対1でね、阪神の勝ちになりましたけども、まあ、この試合のですね、佐々木の日刊スポーツの評論はですね、キャッチャー、坂本がね、リードにわたってね、光ったっていうところでね、まあ、解説させてもらいましたけども、まあ、大きくね、試合の流れを分けたのは、2回、ノーアウト1、3塁。まずはね、西浦を追い込んでから、4球目のね、外のストレート、1塁方向へのね、ファール打って、あ、これでね、ちょっと外角意識、反対方向意識が強いんじゃないのかなと。で、最後ね、内角ストレートで見逃し三振。で、さらにね、ワンアウト1、3塁とね、同点のピンチで打者はね、投手のね、高橋ね。で、前日ね、奥川はノーアウト1、3塁で送りバントしてきてて、同じシチュエーションの中で高津監督はね、セーフティースクイズを仕掛けるんだね。これは高津監督、非常にうまかった。でもね、ヤクルトとしてはこの高橋刑事ね、そこで初球のセーフティースクイズを決めなきゃいけないんだよ。そこはね、バッとなのよ、高橋。ね。あれ決めてたら勝ってたよ。ね。で、ファールになって、ワンストライクになって、で、2球目はね、外国が外して、ね、ピックオフプレー。ね。すぐさま。でね、サードランナー、中村はね、急いでもらう。もう戻ってね、間一髪セーフ。これすることによって、ダイリードが少なくなって、スタートが遅れるんだよね。で、万が一そこからセーフティースクイズされても、ホームでアウトになる可能性があるっていうところで、坂本がね、一発でやったっていうところもね、素晴らしい。まあ、その後ね、まあ、できなくて、高橋はね、三振になったけども、こういったところの視野の広さ、この緊迫した場面でできてるっていうのは、非常に素晴らしいね。でね、まあ、前日のね、この敗戦の中でもやっぱりね、ヤクルトが初球打ってくるっていうところをね、しっかりね、試合出てなくても勉強して理解してたことによって、6回ね、2アウト1、2塁でね、塩見に対してね、前日はね、決勝2点タイムリー手痛いところを打たれてるんだけども、ここはね、初球フォークボールで行ってね、しかもいいところで塩見が見逃してね、あれちょっと変化球意識あんのかなっていうところでね、2球目をね、インコースのシュート系投げてファールを出す。で、これがね、レフトへファール打ったんで、あ、やっぱり引っ張り系やってなって、そっからね、フォーク連投で、結局ね、ほぼストライク投げないで三振取ったんだよね。こういったところもね、まあ、坂本もね、非常にね、試合に出る機会少ないけども、こういったね、この丁寧な、視野が広くできるっていうところは非常にグッドだったかなっていうところをね、日刊スポーツの評論で書かせていただきました。そして10月10日、6対4でヤクルトの勝利っていうところでね、両選抜、ね、阪神ガンケル、3回48球、2安打1三振、2四球、1デッドボール2失点とね、ちょっと球が高く浮いちゃったかなと。で、ヤクルトね、先発石川、3回3分の1、84球、8安打、6三振、2四球、4失点と、球数とにかく多かったね。まあ、丁寧に投げてる気持ちわかるけど、そこボール球振ってくれない。ボール先行するんで甘くなる、と打たれるっていうところで、ちょっと注意払いすぎたかなっていうね、この球数の多さ考えてもね、非常にちょっとね、両先発ともね、リズム、乗り切れなかったかなと。まあ、その中ね、初回ね、塩見フォアボール。で、青木アウトなんて山田フォアボール、村上デッドボール。まあ、四死球でね、三四死球で満塁作って、オスナのね、タイムリーヒットで1点取る。この後ね、中村がもう1点パンパンってね、取っといたらもうちょっと楽かなっていうね。でもしっかり先制取るっていうのはね、リズムが出る。で、2回にもね、青木がね、初球をバックスクリーンにね、ホームラン。ね。で、5回裏もね、塩見がね、ファーストストライク、バックスクリーンにホームラン。で、6回も、塩見がね、ワンアウト2塁から初球をね、センターへの勝ち越し、ツーベース。
で山田哲人がねレフトへタイムリー打って、まあ、6対4で勝ち切ったんだけども、まあね阪神もね一時ね逆転して4回表にね、ワンアウトから梅のね、ヒットで代打山本ガーッとあの三塁線抜けるヒット非常に素晴らしかったね。ここでねガンケル諦められて矢野監督の早めのシュートチェンジがね非常にうまくいって、で近本フォアボール、この近本のフォアボールがね石川痛かったね。で中村に中野にね同点タイムリー打たれて、でピッチャー大西に変わってまたここでフォアボール、でその後ね大山の村上飛んでるバーッとあそこは取ってほしかったね。まあこれで逆転したわ、これ阪神勝ち越すかっていうところでね、あのその後しっかりねヤクルトが逆転して、でまあ今回もねリリーフ陣のね、まあ、スワレス石山田口今野清水マクガフとね非常にいいリリーフでね逃げ切ったかなと。まあこの試合もね日刊スポーツで評論させていただきましたけども、この試合のですねテーマは、まあ、天王山1勝1敗で3戦目になったっていうところでね、まあ今言ったように点数取っていくんだけども、まあ、ヤクルトはねファーストストライク初球をねどんどん打ってくるわけで、まあそこをねあの阪神バッテリーがもうちょっと繊細にやってもらいたかったかなと。前日もねこのアルカンタと塩見の対戦でしたってね、先ほど言ったようにこうフォークから入ってっていうところをしたんだけども、あのこの日はね初球ね、これ別に初球打たれるのが悪いって言ってるわけじゃないんだよ。もしねこのそんなやつ常にじゃあボールから入らなきゃいけないのかってなるじゃないね、結果論やろうって言うんだけども、もっとピッチャーにもねその積極的に打ってくるっていうのが分かってたらコースに投げるとか高さ低く投げるっていうのを意識してもらいたかったところがね、このスライダーがど真ん中に入って打たれちゃうっていうね。で全体的に本当にあの高かったね初球が、だからもうちょっとピッチャーにもね初球打ってくる積極的だよっていうところをね理解しておいてくれればコースとかね高さとか投げたかったねっていう、これキャッチャーどうしようもないからね、そこら辺はねもうちょっとバッテリーでね意思の疎通を図ってもっと丁寧慎重にねやるべきかだったかなと。まあ結果的にね初球とファーストストライクやっぱり打たれてね失点しているっていう事実があるだけにね、そこはでまあ前日ねうまくいってるっていうところもあるんで、そこはねチームとしてこうバッテリーともにねちょっとやっていかなきゃいけなかったかなと。あとやっぱりね、この里崎チャンネル恒例のね里崎がいつも言ってることなのよ。あのヤフーのコメントとかではねそんなん結果論やろって言うんだけど、俺はもうずーっと言ってんのよ。今年1年間通してホームのクロスプレーはヘッドスライディングなのよね。このあの6回のね攻防で大山ね三塁ランナーこれねボテボテの頃ね小野寺の石山が投げてね、それキャッチャーのここら辺行ってるの中村でタッチしに行って足で行くからね頭にトンと当たってアウトって、あれヘッドスライディングしてたらセーフだったよ。そしたら流れ変わってたよ。やっぱりホームはヘッドスライディングよ。クロスプレーは足から行くんだったら、もう足から行くんだったら足でベースに行かなきゃいけない。足でベース、足手で行っちゃダメ。足から行くんだったら、足で行くんだったら絶対足でベース、そして体はもう低い体勢、上げない低い体勢で行くことによってヘッドスライディングと同じ効果です。で万が一キャッチャーが寄ってきて逃げれなくなった時は逃げてっていうのもいいかもしれないけども、ほぼヘッドスライディング手、これがねもう最善なのよ。ホームはここねやってもらいたかったな。まあ、結局ね6対4でヤクルトの勝ちっていうところでね、ヤクルトの2勝1敗勝ち越しね、マジック9になりました。さあということで先週のベストライン発表しましょうね。パリーグからピッチャー西武松本初完封、キャッチャー西武森出たら打つ、守備でもスーパーキャッチナイスハンド、ファーストオリックスモヤ、ステラピック高校出身、セカンド楽天浅村、2位へ活躍必須、サード日本ハム野村、守備も頑張れ、ショート西武源田安定感、レフトロッテ小木の2試合連続先頭打者ホームラン、センターオリックス福田リードオフマンで大活躍、ライトソフトバンク柳田まだ諦めないぜ、指名打者日本ハム近藤北野安打製造機、特別賞ありますオリックス山崎幸也ガッと日大三高出身、セリーグいきます、ピッチャー今野田口清水マクガフヤクルト KSM プラス T リリーフグッピッチ、キャッチャーヤクルト中村好リード、勝負どころのナイスバッティング、ファースト広島坂倉首位打者へ、セカンド DeNA マーキー新人王へ、サード阪神大山10安打3ホーマー6打点素晴らしい、ショート広島小園急上昇中、レフト DeNA 佐野1試合5打点素晴らしい、センター広島宇草週間10安打グー、レフト巨人松原25試合連続ヒット、特別賞あります
ヤクルト、塩見、積極的。広島、栗林、新人王へ。さあ、ということでお送りしてまいりましたけども、今週ももうすぐ終わりです。ね。今週の試合、ね。巨人、阪神の天王座。もうここで巨人はね、もう全勝必至よ。ね。3連勝、もうするしかないっていうね。ところになってきます。まあ、中日ヤクルト。まあ、ここはね、ヤクルト着実に勝っていって、ね、まあ、実行減らしていく。でも、こう、巨人がね、3連勝したら、無条件で3減るからね、もう、巨人が3連勝したら、ヤクルトの優勝が近づく。もどかしいね、このマジックっていうのはね。で、パリーグはね、オリックス、ロッテの首位攻防戦。ここが、どうなんのか。オリックスがね、行くのか。オリックスがね、2勝すれば、2勝か1勝1分けでマジック点と。で、ロッテが2連勝すれば、ロッテのマジック点と。さあね、どうなるのか。ロッテをやり返すのか。ね、オリックスはこのまま突っ走るのか。その陰で楽天は火曜日ないけど、水曜日からの、ソフトバンク戦で一気に CS 圏内確実、そして2位躍進もあるのかっていうところでね、今週も最終、もうね、第4コーナー回ってもう最終直線、どうなるのか、本当に面白い展開待っております。金曜日のソーチェックもぜひ見てください。ということで、今週のソーチェックも終わりです。今週のプロ野球も見逃せない、首位攻防戦、要チェック。